私は、ベンチャーを起こして、その前からやっぱハーバードで経営学を学んでいて、多くのそのリーダーに会ってきたんですが、学んできたし、で多くのリーダーともそのセミナーとか聞いたんですが、一人やっぱりすごく印象に残っていたのがネミクラムダというそのベンチャーですね、そのハイテクベンチャーを作ったそのマドラメ・リキーロさんっていう方がいて、この方はその密教の僧侶なんですね。高野山大学の大学院も出ていて、でそのお坊さんがハイテクベンチャー、スイッチング電源っていう、そういうパソコンとかに全部使うもんですが、スイッチング電源のベンチャーをゼロから作った方すがいごいでて、すね。面白いんですよ、この方。でこの方がそのグロービスのベンチャーキャピタルファンドを作る時に1億円ポーンとね出していただいて、でそれが5分で決めたんですね。で、僕の顔を見て、よっしゃ1億円投資をしようと決めたくれた方ですが、この方とすごい僕は親しくしていて、で一緒に高野山に2回登ったりとかしてですね、いろいろと教えをこうって言ったわけですが、彼がやっぱりその密教のお坊さんということもあって、言うことがすごくその普通の経営者と違うんですね。人間にはこう無限の可能性があるんだと。それはその悪いものに、例えば犯罪者になる可能性もあるし、一方でものすごい天使のような素晴らしい人間が生まれる可能性があると。これはどうやってできるかっていうと、その種がですね、出会った縁によって、場によってそれがいい方向に行くし、悪い方向にも行くと。ということは、いい縁と出会うことがすごく重要であって、いい縁出会うことによって全ての可能性が生まれてくるというふうに言ったわけですね。そうすると、グロービスという場は良い縁になろうと、つまりいい種子があった人が来て、でその場にグロービスという場に触れたことによって、その人が良い方向に気づきを与えられて、で自分はこういう方向に行くんだってね、こういう人間になるんだっていう強い願望を持って努力をしていくような場を作っていくということを考えたりとか、そういったその密教的哲学をふんだんに教えてもらって、その自分としては宇宙観であったりとか人生観っていうも人の生が、観。彼を通してすごく衝撃的な形で学びましたね。なるほど。無限の可能性を生かすも殺すも縁次第であるそうと。ですね。そのネミクラムダって会社のその歴史を見ると面白いんですね。一番最初がビッグバンから始まるビッグバン。宇宙のビッグバンから始まって、ドワーッと来て、そして将来がつながっていく、その中の一点においてね、会社があるんだっていうね、そういったその宇宙であったりとか、その歴史であったりとか、時間軸であったりとか、そうすると何のために生まれてきてるのかとか、何のために会社があるのかとか、自分たち何のためにその仕事をするのかとか、そういったことをやっぱり考えさせられるわけですね。そうすると宇宙の中においてちっぽけな存在かもしれないし、長い歴史の中ではなんでここにいるんだっていうことであったりとか、そういうことを考えると、そもそも会社って何のために存在するのかとか、グロービスは何をすべきかっていうのは常にこう突き詰められる感じがしますね。諸行無常とかね 言うわけですね。諸行無常だと、そっかっていうような考え今自ま分したちが存在しているものが、もうビッグバンからするとほんの一瞬一だ瞬けでどはも、と。これ一体何のために今自分たちがここにいるのいるかのとかか。とかですね。そういう感覚、例えば去年の大震災であっても、やっぱり人間のその小ささってやっぱり認識するわけですね、大自然の前では。じゃあどうすればいいのかっていうことは、やっぱりこう連携していったりとかすることによって、そして行動することによって初めて前に進んでいけるわけで、そういった場でも僕ら希望という KIBOW っていう、KIBOW っていうのはレインボー、虹のレインボーと希望をかけて、希望の架け橋を作ろうということで動いたりとかしていて、そういった、密教的な、仏教的な宇宙観とか人生観っていうものは、僕に対してすごい大きな影響を及ぼしましたね。そういう意味では不思議なのは、大学院とか行ったり、ハーバード行ったりとかしながら、結局密教とか密ね、教で。あとグロービスは陽明学を教えてるんで陽す明学。が、陽明学であったりとか、この考え方っていうものがやっぱり根幹にありますね。それだけ最新鋭のハーバードビジネススクールで学びながら、かなりその古いものに原そうです点回ね。帰してきてると、面白いですね。両方のそのバランスだと思うんですね。やっぱり科学的な経営をやりながらも、マインド面であったりとか、自分の人生観とか志とかね、両方だと思うんですね。そう、科学的経営と同時に志であったりとか、西洋的な、合理性と同時に東洋的な、思想とか信念とか、そういうことを融合していくのが
ぱり経営者の育成、リーダーの育成 だと思いますね。これから先のですね、はい、グロービスさんのビジョンとかですね、そのあたりを熱く語っていただけるんですが、グロービスは非常に分かりやすくて、はい、アジアナンバーワンの大学院を作ると、これだけなんですね。普通事業をやると拡大をしていこうとか、つまりいろんな事業領域を広げていこうと考えるんですが、グロービスの場合には MBA しかやらないと、ロースクールもやらないし、そういった行政の学校もやらないと、 MBA しかやらない、学部も作らないと、大学院しかやらないと、ビジネススクールしかやらないと。その代わり大学院を世界に向けて発信していこうと、この分野においてはアジアナンバーワン、つまり中国とかインドとか韓国とかシンガポールとか、最近ではオーストラリアもアジアですから、そこと対抗してグロービスがアジアナンバーになっていくということを考えていて、今年20周年なわけですが、今年そのフルタイムの MBA を始めて、グロービスすごく面白くて、その日本語と英語すべて互換性があって、日本語で教えているものはすべて英語で教えていると、ということで英語でも MBA が取れて、夜間と同時にフルタイムの全日制があって、ここに今23名が11カ国から今年初めてフルタイムの英語の大学院が始まって、これ東京でやってますが、これをゆくゆくは数百人単位にしていこうと考えていて、でその23名の中でインスヤードというシンガポールの大学院を蹴ってグロービスに来たりとか、シカゴ大学を蹴ってグロービスに来たりとかいるわけですが、ゆくゆくハーバードとかスタンフォードを蹴ってグロービスに来るような大学院を作りたいと思ってますので、世界に向けた今グロービスの認知、マーケティング、広報活動を今行っている最中ですね。今その現状でいうと、その例えばフィナンシャルタイムズが発表した MBA ランキングでは、日本勢がトップ100に入ってなかったとかですね、アジア勢では確か香港が10位とか、シンガポールの南洋理工大学34位とか確かだったと思うんですけど、やっぱそこの中にもうアジアナンバーワンということは、少なくともその今香港10位を上回らなきゃいけないですね。それが目標ですね。それをそのゼロから作った大学院として行うと、これないんですよ。その世界的に見ても大学の付属のビジネススクールしかないわけであって、で作られたとしてもその財界の大物が作った、こう集団が作ったものしかなくてですね、ゼロからベンチャーとして作ったのないんですね。でこれがアジアナンバーに持っていくということをやりたいですし、そういったそのリーダーの育成をしながらも、産業の育成、ベンチャーキャピタルを通して産業の育成をして、であとはそういった知恵の発信をしていくということを、この3つ、人金知恵のインフラを作って創造転革、その結果として多くの人たちが創造転革を行って、世の中をダイナミックに変革をして創造しているということをやりたいと考えています。ちょっともう一点だけ、あのリーダーという人物、人材の育成にすごく熱心に取り組まれているわけですけれども、このリーダーに必要な条件であったり、リーダーになるためにどういったことをやっぱり教えていくんでしょうか。僕はリーダーとして必要なことは、自分がその引っ張っていく、リーダーって引っ張っていくということですが、引っ張っていく方向性を自らが強く認識することだと思っていて、これを志と呼んでますが、志が明確にできているかどうかというのが一つ目であって、今度はそのリーダーとして能力があるかどうか、能力を3つに分解していまして、一つが知識、2つ目が知恵、考える力ですね。知識は理論とかそういったフレームワークですが、知恵っていうのは意思決定する力であったりとか、あるいは自分の戦略を立てる行動計画を作るっていう、そういった力ですが、3つ目が伝える力ですね。自分の考えていることを的確に伝えていって、ただ単に伝えるんじゃなくて、分かりやすく伝えるんじゃなくて、それを多くの人に歓喜させる、こう情熱をね、やるんだって気持ちになっていくような、巻き込んでいって多くの人を引っ張っていく、でこういったものを持っている、つまり志があって人間力もあって、そしてその知識と知恵と伝える力があるということが、やっぱりリーダーの資質だと思いますね。じゃあ全部で5つ、5つですね。そうですね。それを、そういうことを持ってるように、そのビジネススクールグロービスさんに通って、それを持てるようになるために、その知識、知恵、そして伝える力、これ比較的分かりやすいかと思うんですが、頭の2つですね、その志と、そして人間力、ここっていうのはどのように鍛えていくんでしょうか。志はその自分の使命だと思うんですね。使命感、自分が先ほどの話じゃないですが、何のために生まれてきてるのか、
どうやって自分の命を生き切るのか使い切るのかということを考えて、はいはい、それが分かるとそれが仕事なわけですね、はい、でその仕事と社会に対してこういうことをやりたいということを考える機会を全員与えて、はい、で4分間のスピーチをするんですね。自分の使命はこうだと、自分の任務はこうだということを発表して、はい、それがその正しいかどうか分からないんですよ、うん、最善の回、うん、要は分からないわけです。正解がない世界だから、はい、ただし重要なことは自分が何のために生きているのか、自分がどういう志を持っているのかっていうのを探し求めていって、それを言葉にして、で進んでいきながら変えていくっていうことをやっていくことがすごく重要で、そういったその生きている方向性を定めてくれということを志というふうに言っているのと、人間力に関してはこれは人間的魅力であったりとか、まあ逆境指数って言ってますか、胆力っていうね、そういった自分の試練を乗り越えていく力であったりとか、あるいは多くの人間に触れていくことによって幅ができることであったりとか、そういったことを総合的に言ってますが、そういうことを通して人間力が高まっていくんだと私は思ってます。志は変わってもいいから探し求めることを表現することが大切であると、はいはい、人間力は多くの人に会って幅を広げたり、そうですね、試練を経ていくこととか、あとは自分が人間的魅力を持つことが僕は重要だと思っていて、うん、そのためにやっぱり陽明学的に言うと心を鍛錬することだと思っていて、はい、でその心を鍛錬したものをそのまま出していくということによって、はいはい、自分らしさが生まれてくると思っているので、そういったことをやることが重要だと思ってますね、うん、なるほど。僕は、可能性を信じるということを自分で気づいてからグロービスを立ち上げることにしました。可能性を信じるということは、自分の可能性というものは無限大にあるにもかかわらず、それを自分の意識ができないということを認めてしまうことによって閉ざされてしまう。したがってそういった意識をボコボコにこう壊していきながら、無限大の可能性を信じることが重要だと思っています。その際に重要なことは何かというと、前に一歩踏み出すことであって、踏み出すと何か違う景色が見えてくると。良ければ2歩目を歩み出して、そのまま走り出しても構わないし、でその途中で間違えた、要は方向性が違うと思った場合には違う方向に変わっていけばいいと。一番良くないことはただ単に立ち止まって何もしないことであると思っています。成功の範囲後は失敗じゃなくて、成功の範囲後は何もしないことだと思ってますので、失敗というのはあくまで成功へのプロセスだと考えています。したがってどんどん前に前に、自分の可能性を信じて前にどんどん進んでいっていただけたらと思ってます。その方が人生は楽しいというふうに思います。堀学長、今日は本当に貴重な話、長時間にわたっていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。